ラテンキングスあるいはオールマイティラテンキングクイーンネーションはアメリカ合衆国入りの一周シカゴに拠点を置き全米に2万人の構成員を持つヒスパニック系のストリートギャング主にジャマイカをはじめとする中南米や南米からの武器麻薬の密輸入や密売を行っているシンボルカラーは黒と金分布はアメリカ南部のテキサスやニューヨークなど シカゴの2大ストリートギャング同盟の一つである、ピープルネーションに所属している。ラテンキングスはもともと、シカゴの独立組織、ロイヤルキングス、インペリアルズ、コールターキングス、マーキングスによって結成された、プエルトリコ系を中心とした、キューバ系や、地下のギャングの連合体であった。組織は、アメリカ全土に広がり、1970年には、犯罪、 特に麻薬の売買に関わる個人が組織を支配し始める。それからは、ラテンアメリカ全体、そして、スペインにまで散らばった。ラテンキングスは、非常に凶悪で、知られ、かつてマクドナルドにたむろし、入店禁止処分にされたメンバーが報復のため、自動小銃を乱射し店長を殺害し、映画、カラッツ天使の消えた街で取り上げられた。事件を重く見たロサンゼルス市警察が、 先住捜査、取締班クラッシュを設置する事態に発展した。1996年には、アントニオ、キングトーン・フェルアンデスが、ニューヨークのブラッドライン・ラテン・キングスの新しいリーダーとなった。彼は、ラテン・キングスを団結と教育によってより良い生活とコミュニティを作るための、男性も女性も含めたブラザーフッドの組織として推進した。その目標のために、キングトーンは、 メンバーのためのワークショップやカウンセリングなどをヒスパニックの組織の助けを借りて行った。しかしフェルアンデスがマスメディアを使ってラテンキングスの活動を宣伝したためにニューヨーク市系とブルックリン地区検事事務所はラテンキングスとフェルアンデスをターゲットにした。ヒスパニックコミュニティのための組織として生まれ変わったラテンキングスを追ったドキュメンタリーブラックゴールドが1999年に 作られ、2004年には、ザ・オールマイティー・ラテン、キングクイーン・ナッシュン・ストリート、ポリティクスザ・トランスフォーメーション・オブ、A ・ニューヨーク・シティ・ギャングという研究書も出版されている。ありがとうございます。